いわき EV アカデミーと名付けられた講座は、電気自動車に欠かせない燃料電池の関連産業を産業の柱の一つにしようと取り組むいわきバッテリーバレー構想の一環で7年前から開かれています。今年度の初日となった今日は、工業を学ぶ福島高専の学生が脱炭素社会の取り組みを学びました。非常にこういった取り組みの草の根運動こそはですね、地域というものをもっと発展させる原動力の一つになるんじゃないかなと思っております。アカデミーは8月まで開かれ、未来の産業を支える人材を育てることにしています。